全身チャンネル第123回、今回の全身はこちらです。ロース破壊に反撃し会見ハーメ、会見をめぐる決戦が急速に煮詰まってきました。私たちの行動が一切を決める時代です。安倍が自民党会見案を今週臨時国会に提出する意向を表明したことを受け、自民党麻生派が8月27日来年夏の参院選前に国会発議、国民投票をせよとの提言を提出しました。安倍自民党は会見案を国会に提出したら、その後は憲法審査会の審議など形ばかりのものにして数の力で突破し、短期間で発議、国民投票まで持っていこうと狙っています。憲法に9条の2を設け、自衛隊を明記すること、また緊急事態条項を新設することは国家と社会のあり方を大きく変えます。あらゆる場で国家と軍事が優先され、人権は踏みつけにされます。大学には軍事研究が強制され、政府や軍隊に批判的な学問研究は国防の名のもとに弾圧されます。小中高校では戦争教育が、自治体などあらゆる職場では戦争訓練が強制されます。そして自衛隊員は国のために死ねと命令されます。こんな国のために死んでたまるか。私たちが行動すれば未来は変わります。第二次世界大戦に至る痛苦な歴史が示すように、労働組合が潰された時、戦争は全人民を巻き込んで開始されます。労働組合をめぐる攻防に勝利することが会見と戦争を阻止する鍵です。11月4日日比谷野外音楽堂で開催する全国労働者集会に集まろう。2面です。繰り返すな戦争シリーズの第3回が掲載されています。朝鮮人100万人を強制連行、戦争のため炭鉱などで酷使。明治以降の日本の歴史は近隣諸国への侵略戦争の連続でした。とりわけ筆舌に尽くしがたい苦難を背負わされたのは朝鮮の人民です。大日本帝国は朝鮮の侵略と植民地支配を不可欠の条件としてのみ、アジアで唯一の帝国主義国家へのし上がり、その侵略を中国へと拡大することができたのです。その侵略の一端である朝鮮人強制連行、戦時徴用工の問題に焦点を当てています。ぜひ全身をお買い求めください。そして今週日曜日は中核派が呼びかける核共同政治集会です。当日は重大発表もありますよ、うん、ぜひ午後1時サンパール荒川に結集してください。全身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もフォローしてください。次回の動画は全学連の新委員長が皆様に挨拶します。ぜひ見てください。お楽しみに。お楽しみに。会見と戦争を11月4日日比谷野外音楽